普段決して明かされない起業家と投資家のリアルな交渉を暴く禁断企画アフターエンジェルス。今回登場するのはエピソード3に出演、通院不要のマウスピース歯科矯正を展開するオーマイティース西野誠。時価総額1兆円、日本いやアジアナンバーワンのヘルステックベンチャーになります。我々と一緒に未来の歯科体験、そしてその先にある笑顔を使っていきませんか。本田さんは？僕はね、ゴールドですね。ゴールド出ましたね。しかしこのゴールドにはある条件が。実は僕オーマイティースやってんすよ今。ほう。だからこれ条件付きで、僕がこれ成功したら出したいと思います。それいいですね。僕これ自分が成功したら、僕も逆にマーケティングにも協力できる気がするので。あ、そして今回西野が目論むのはもちろん、まさにでも今日この場で最終交渉したいと思ってます。今回のテーマはセレブに投資をお願いする際の心得。過小評価されてるなっていうふうに思ってて、でも僕からしたら僕のメリットがあんまない。純粋にこう応援していただきたいっていう気持ちが多いです。でもそれだったら入ってる価値分かってないですよ。僕は本田さん辞めた方がいいって言いますね。事態は思わぬ展開へ。でもどうですか、矯正朝もちょっとご連絡いただいてたの確認したんですけど、はい、今はなんとなくこう最初の時にこう自分が気にしてた部分がもしかしたらちょっと変わってきてるのかなっていうフェーズにはもう入ってきてて、パーフェクトではないんですけど、まだもうちょっとなのかなっていう期待感はありますよね。だからまあもともとこの話はその矯正が成功したら投資しますよっていう話をさせてもらってたんで、まあ、その今回この話だからもらってる理由、いやいや投資するって決めてないですけど大丈夫ですかみたいな話番組側にも伝えてて、いや大丈夫です、もうリアルなこと言ってもらっていいんでって言われてるんですけど、はい、いや本当にこれが番組見てる皆さん見れないんですよ。だいたい番組的にはハッピーエンドが欲しいからどっちに転ぶかを本当に僕もドキドキして見ることができて、こういう場面見れないですよ。そうですね。そしたら本田さんまだちょっと判断できないって感じですか？そうですね、まだできないですね。まだその完璧に矯正のそのいわゆる、プロセスが終わったわけではないので、まだ残りのマウスピースの装着もつけないといけないと思うんで、僕自身今後どうなるのかっていうのがまだわからない段階です。はい、自分自身がやってるの？そうなんですよ、歯並びいいのに。歯並び実は僕は上はそんなに悪くないんですけど、下の方が結構昔からガタガタで、意外に自分では悩みポイントだったんですね。なるほどなるほど。でまさにこんな感じでリモートで矯正できるならっていうので、今回のプレゼンだから前回のエンジェルズのプレゼンを聞く前に実は僕から連絡して、それってサクッとできるんですかみたいな話で、前回のピッチの時にはもうだからやってたんです僕はね。でも本当にこんなメッセージが来てですね。これ本当のリアルなメッセージ、リアルな、これは、はい、これ、はい、僕のもうプライベート丸出しじゃないですか。やっぱりここまで会う前聞く前にそのリスポンスの速さ見れるし、本当に商品があるなのかただのコンセプトなのか分かるし、あと投資するかどうか自分の歯が自分の歯で確かめて、それでいけるんだったらこういうドゥディリジェンス、ここまでのディリジェンスをするエンジェルは少ないし、セレブリティではいないんじゃないかなと思うんですよ。だからその生々しいところが出ててすごい勉強になると思いますよ。ただアレンさん、僕ただ単に歯並び直したかっただけなんで。ぜひですね、本気で最初は正直本田さんに投資していただきたい理由ってこう、うん、まあなんかこう横島な気持ち、知名度だったりとかと思ってたんですけれども、やっぱ改めて何が僕
を我々の中で大事にしたいかって考えた時に、実際にプロダクトを知ってくださっていて、その体験、我々の圧倒的な強みである顧客体験に対してこう共感してくださったり、これだったら売れるっていう風に信じてくださった人、我々と一緒にこうその夢ですね、このプロダクトを世界中に広げるっていうビジョンに共感してくださる方っていうところで、やらせていただきたいという風に思っていて、早速なんですけど、今あれからバリエーションもちょっと上がってですね今、40億円で交渉が今進んでいるっていうところになります。でぜひあのこのうちの、まあ、何パーセントでも構いませんから、ぜひあの本田さんに出資いただきたいところがゴールでして、あのそういう思いを持った方と一緒にこれ我々ビジネス推進していきたいので、シルバーですね。はい、なんでですか？ありがとうございます。はい、まだ終わってないっていうのがまあ一番の理由ですけど、はい、まあ、仮に終わってたとしても、はい、で、はい、それで強制が成功してたとしても、はい、純粋に投資するだけだったら、なんかあんまり僕の投資家としてのやっぱりあのこう価値は結構過小評価されてるなっていうふうに思ってて、まあ、これ僕が今これ代弁して、まあ、もらおうがもらわないがどっちでもまあいいんですけど、いずれにしても多分他のセレブリティにこういう話をしに行くことがあったりとか、他のファウンダーが他の企業が今後こういう市場を日本で作っていく上で必ずこの交渉は絶対出てくると思っていて、そもそも僕ら有名人がどうやって商売してるかっていうのを、まあ、日本の企業家たちにもやっぱ分かってもらわないといけないことがあって、僕らは人気商売みたいなところがあるんで、これをやることでそういう美容関係とか歯系 の, あのいわゆるスポンサークライアントからオファーが来るっていうことがまずなくなるわけです。ここに未然に切って失敗するかもしれないという一応事業、もちろん儲かるかもしれないですけど、リスクを取って自分の未然にを投資します。でその時に自分がこれまで築いてきた、まあ、ネームバリーだったり、肩書きを全部そこに投入 して、それが他の投資家と横並びっていうのは、あの多分他のセレブリティみんなそれはちょっと厳しいっていうふうに思うんですよ。アメリカのセレブリティ投資家はみんな多分それを思ってるんで、自分たちのブランディングを安売りしない、うんうんうん、っていうのはあの間違いなくあるでしょう。だからこの40億円でいくらでもいいんで入ってくださいっていうファウンダー実は多いです、西野さんに限らず。でも僕からしたら僕のメリットがあんまない。むしろ他の投資家、もしアレンさんがこれ僕と一緒に入るならアレンさんがメリットがあると。なぜなら横並びで全く同じ条件で本田圭佑やウィル・スミスが入ってくれたら他の投資家からしたらもうメリットしかない。今おっしゃった通り、もし僕が投資をしたら本当に本田さん、ありがとうですね。そうなんですよ、あれまさにそうじゃない。ちょっと前提として今めちゃくちゃ順調っていうのもそうなんですけど、あの今回その本田さんに出資いただくそのなんか見返りとしてその何かこうマーケティングに活用したいって最初はもちろん思ってたんですけれども、今は先ほどお伝えした通りそうではなくてですね、あの純粋にこう応援していただきたいという気持ちがあの多いですと。つまりこうアジア展開今後向けて進むにあたってこうシンプルに応援いただきたいというところがコアで、あの何もでもそれだったら、はい、それだったらあの入ってる価値分かってないですよ、うんうん、あのそれだったら僕は本田さん辞めた方がいいって言いますね、うんうん、そのセレブの世界に対してのいい模範にならないから、うん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 、であなたがセレブと付き合うのを、うんうんうん、あの分かった方がいいです、うんうん、あのこの商品はすごく魅力的だと話聞いてて、リモートで矯正ができて、はいはい、歯医者に行かないで矯正できる、うん、これ本当にあのいいと思うし、バリエーション的には、はい、あの一般的には、まあ、リーズナブルじゃないかなと思います、はい、もう本当に本田さんが入れば、次のラウンドがもっと高く集められるし、うん、もっと大きなお金を、はい、大きな、はい、バリエーションで取れる人だから、はい、そこを多分ね、あの純粋なあの DCF 計算で将来価値がどうのこうのという純粋なバリエーション計算じゃなくて、そのまあ入る投資家によっては、で別に他のみんながまあ例えば彼に投資プラスストックオプションとか、あるいは投資しなくてもいいから 1% ストックオプション上げますよっていう話の方が
2人には第三者として、はい、素直に検討したらいいんじゃないかなと思います。投資なしのオプションだけ、ね、でも価値があると思います、ね、本田さんどうですか、その SO だけっていう提案もありましたけど、どういうプラスアルファがあれば本田さん投資したい、もしくは関わりたいと思いますか。まあ SO ですよね。SO がポイントだと思います。やっぱりいやまあ、まあ大前提別に僕交渉だから、まあしたくて言ってるというよりは、単純にまあ番組としてまあこれ言っとかなあかんことをちゃんと言っとくとすると、やっぱり、ま、僕以外にマネージメントの存在がいるんですよね。そうですね。マネージメントは目先の売り上げを上げることに必死になってる、まあ、組織ですと。だから僕の商材を使って、1円でも売り上げを上げるために、まあ、一生懸命やってるメンバーがいます。だからこれが SO がなくなるっていうことは、もうもはやそのカテゴリーで広告も SO も何の期待値もないまま、そこが今後動けなくなってしまうみたいな、そういうことまで理解してやってやらないと多分前に話が進まないっていうのが実際のところです。だからまあ早い話が、だから結構名を伏せて投資してるところが多いんで、それは別に全くいらないと、本当に応援してほしいみたいなところはもう一切もう存在がだから分からない、うん、だからこの件はだからエンジェルズに出ちゃってるんでだからむしろ問題としては、だからもう僕とエンジェルズの問題になってて、これはだからこれをやる上ではもう投資をするっていうふうに言った時点で全てのもう僕のあれは表に出ちゃってる、肖像のもう価値は表に出ちゃってる状態になるんで、だからもうむしろ投資をしなかったっていうことを言わないといけない状態なんですこれめちゃくちゃ難しいですいや、それその問題はその問題で、オマイティース問題はオマイティース問題だと思うんですよね。だからオマイティースも、はい、オプションを考えた方がいいと思うし、うん、で僕本当に今僕が代わりに同じこと言おうとしてたんですよピボットさんのストックオプションもちょっともらったらどうっていう隣の2人には悪いけど、いやでもそういう交渉もあってもいいと思います。でもなんか起業家はまず大前提としてまあそこは駆け引きだと思うんで、もちろん余計な SO を吐き出さずにそういう有名人から資金調達できるならいいと思うんですけど、でもまあその事実としてそういう感じっていうのをまず多分常識として多分日本中のまあ起業家にはまず理解しておいてもらうっていうのがまあいいのかな。で今後セレブリティもまあどんどん多分それをさ、そういうやり方があるんだっていうのを知って、今後投資をしてみようかな。場合によっては投資お金払わなくても、ストックオプションだけもらうやり方もあるんだっていうことを学べば、結局マイノリティなスポーツとかマイノリティなセレブリティって、もしかしたら思った以上にお金を持ってない人もいると思うんですけど、そういう人も自分の人気をうまく使いながらストックオプションだけもらう契約で、企業をサポートするってやり方もできるんで、まあ、例えば YouTuber とかね、 TikToker とかね、いい例ですよね。今まさにモダンな、まあ、有名人たちが、そこまで下手したら人気はあるけど、あれまだまだマネタイズモデルが特に TikTok はまだ形成されていないんで、意外にフォロワー数多くてもお金稼いでないっていう TikToker 多いと思うんですけど、でも彼らみたいなところがまさにそれを名前だけを利用させてあげてストックオプションもらうみたいな形も増えていけば、今後もっとこのベンチャー業界盛り上がっていくじゃないですか。うん。うん、それはまあ今回だから分かっておいてほしいなというふうに思いますけど、うん。ありがとうございます。ちょっと本田さんに聞きたいのが、ただまあオーマイティースに投資する置いといて、こう我々オーラルテックは必ず来るというふうに思ってます。こう歯科体験、やっぱ古くから変わってないこの歯科体験っていうのを革命を起こしてイノベーションを起こして、でもっと身近にする、歯科を身近にする、これでグローバルに出ようと思ってます。このビジョンについてどう思いますか？素晴らしいと思いますね。ビジネスとしては必ずもう市場はでかいですから、で東南アジア
は特にそのどんどん経済が発展してきてて、めっちゃ貧しかった、まだ貧しいんですけど、どんどんこう豊かになっていってますと。でもちろんお金を払えるようになってくると、人は必ず自分の例えばコンプレックス、見た目的なコンプレックスとかにお金を払い始めるんで、そこはあの大きいと思います。ただそうなった時にアジアでの強み、あの僕はアジアどこ歩いてても絶対にバレますけど、西野さんじゃバレない。その価値を使おうと思った時に、あの応援してくださいっていう、まあ、交渉の仕方では僕の応援する理由がない。それ以外のオーマイティース以外の、ライバルに行って協力するから俺に S をくれって言ったら、西野さんのライバルを僕が応援するっていうこともあり得るということですね。いや面白い、うん、ちょうどね黒猫ヤマトとかも参入してきたじゃないですか、はい、こういう大企業入ってきた時どうするんですか。はい、あれちょっと大企業入ってるわけじゃないんですけど、うん、あのむしろそんだけ市場が大きいというふうに我々ポジティブに見ています。つまりヤマトさんでもそういうマウスピースを作るところに興味を持っているところはむしろあの確信していて、このオーラルテックが来るって確信しているので、むしろこう一緒に市場を大きくしていきたいというふうに思ってます、うんうん。いやでも大事な問題提起ですね。やっぱりセレブの方と仕事するとき、どうしても名前を借りるって単純に考えちゃうんですけど、それによってセレブの方がどんだけ身を削ってるかっていうのが多分あんまり日本の企業界では伝えないなっていうのを感じましたね。その辺西野さんどうですかね。ちょっと誤解したくないのは、はい、あくまでやっぱ本田さんの名前を使いたいって全く思ってない。むしろこのビックリマークですね、ビックリマークをアジアの何店舗も展開していく、数百店舗展開していくってところで、むしろ本田さん歩いてちょっと1回しかないですけど、むしろ、はい、日本においても7万クリニックあるわけですから、はい、そこをこうビックリマークに置き換えていく、うん、その認知効果で、大きくしていこうというふうに思っているので、うん、あくまで、その、まあ、同志じゃないですけれども本田さんと一緒にこうあの名前を借りるっていうわけじゃなくて、単純にこうアジアの状況ですとかをインプットさせていただいたりですとか、その戦略を一緒に考えさせていただいたりですとか、そういった形であの作りたいというふうに思っています。はい、このままタイムアップと思ったその時、アレンさんカードを持ってますけど、ピッチの番組の時に僕は聞いてませんでしたけど、はい、今日のやり取りを聞いて、はい、自分の気持ちができたんですよ、はい、で番組はカード引っ張りましたけど、ゴールドです。これはあの本田さんが、はい、本田さんが出資してもしなくても、はいはい、こんなにあの内容はまとまってって、はい、でまあ、ここまで進んでるのが見たことがないし、はいはい、まあ、本田さんが2人の話し合いがまとまって入ってくればなおいいんですけど、はい、それがなくても僕はこの内容と可能性とバリュエーションは納得できるので、小さいながらなりますけども、はい、あの収支参加したいんです。ありがとうございます。最後本田さんメッセージもらっていいですか。アフターエンジェルズちょっとなんかあれですね、なんか疲れますね僕。疲れますか。そうですね、うん、なんか本当裏の話をマジ表でさせられてるんで、最初言った通りやりたくないことをやらされるって疲れるんですけど、なんかもうTikToker とかでなんかめちゃめちゃすげえフォロワー数いる人一人横にあの座らせて、なんか SO 出しますかみたいな話ので出したら、あ面白いかもね。だからなんかこのアフターエンジェルズやってくださったのはやっぱ本田さんがこういうカルチャーをやっぱ日本に広げたいっていう、そうですね、やっぱそこのなんかね、はい、やっぱ志のデカさっていうか、はい、やっぱそこが感じたな。だから広がっていく気がする、ね、うん、ね、まさにエンジェルです。エンジェルスですよね。ファーストペンギンで。そうだよ。ということで、はい、今日はありがとうございました。今日このやっぱアフターエンジェルまた続きましょうね。ゴールドも出ましたからね、うん、これは面白いんで、アレンさんに来ていただいて、はい、ぜひこの企画続けたいというふうに思います、はい、本田さんありがとうございました。ありがとうございました。